はい、どうもカゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、急に、公式の YouTube の方で、アップデートの情報が流れてきました。はい、バージョン 6.1.0 アップデートニュースということで、まあ、日本語のね、字幕対応で、まあ動画自体は英語ですかね、だったんですけども、ちょっと内容確認したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、情報としましては初心者応援プレゼントで、あとは、激闘イベントのアップデートで、最後にタイムアタックイベントのアップデートということで3本立てとなっておりました。はい、順番に見ていきます。はい、一番驚きなのはこちらですね。初心者応援プレゼントというものがありますと。で、どうやら3種類のデッキ、まあ、全部で11人ですね。スタメン11人分みたいですけども、これが、フォーメーション、金フォメですね。金のフォーメーションのセットを、その3種類の中から1つ入手できますよという内容のようです。はい。で、各選手、まずレベルが99。で、あとは、プラス値がマックス。さらにスキルですね。スキルフィールドが全開放。で、必殺技のレベルに関しては S 技が30、A 技が50となっているということで、まあ、メインとしては、フェスキャラですね。レヴィン、シュナイダー、リバウルというところが、まあ、選べますと。まあ、このそれぞれのこの3選手ですね。これがメインとなっている11人のデッキ。これが選んでもらえると。で、一応初心者応援プレゼントという名前なんですけども、既存のユーザーさんも選んでもらえるようになるということらしいです。はい。で、どういったデッキ構成かというところが出ておりました。はい、3133の、金のフォーメーションですね。ノンジャパニーズプレイヤーズアタックプラス、10% となっておりますんで、まあ、海外選手の、攻撃、オフェンス、プラス 10% ってことですね。はい。で、シュナイダー、フェスのシュナイダーをはじめ、なんと、ディアス。幻のディアス。あとは、クライフォード兄弟ね、ドリコレ。さらに、ゲルト・カイザー、ドリコレ。こういったところがいたり、シュミット兄弟、キーパーエスパダスですけども、で、あとね、反動収束陣ファイヤーが打てるようにということでしょう。カルツとタイガーボラン。こういったところもいます。あとはトラムですね。はい。こんなものが選べます。で、次が、フォーメーションが3-2-3-2。ジャパニーズ&ヨーロピアンプレイヤーズ。フィジカルがプラス 10% ということで、日本と、欧州のフィジカル 10% のフォーメーション。いうところで、で、キーパーがなんとミューラー、ドリフェスですね。で、レヴィン君、ドリフェス。あとは、ドリコレのゴンザレスとかね。あと、ま、工場のキャラクターですけども、シュナイダー、ピエール、ナポレオン、ゼダン、タイガーボラン、マケロロ、ブルーノですね。あと、あれか、ゴッツァ。というところが含まれているようです。はい。で、三つ目ですが、3142で、フォワードと、フェンシブミッドフィルダーかなの、攻撃力が、プラス 10% ですね。はい。というフォーメーションになっておりまして、キーパーがフェスの、シマスですね。若シマス。はい。あとは、リバウルさんね。で、ドリフェスの、赤井くんだったり、小春光、ドリコレの、グランディオス。で、ドリーフェスのエスパダス。で、翼くん、あとは、道着を着ているね、新田くん。で、これグリーンカットパスのやつかな、三崎くん。石崎くんと、名前が出てこない。はい。誰だっけ。この人。忘れちゃった。はい。はい。ちょっとすいません。ど忘れしちゃいました。アウミージャか。はい。まあ、こういったところのセットになっているということでございます。なので、これ3月15日のアップデートのタイミングで
もらえるようなので、この3デッキの中からいずれかをプレゼントしてもらえると。だ持ってない選手を含んでいるデッキをもらうのか、凸要因でもらうのか。なかなか難しいですね。ドニコレの、クライフォート兄弟とかも幻のディアスとかね。これはこれで惹かれますし。はい。キーパー、ミューラー。まあ、どこまであと使えるかっていうのもありますけどもね。若島津だったりとか。で、これはグランディオスもいる。このドニコレのグランディオスがね、リバウルの自動パスカット強化があったりしますんで、まあ、こういったところもね、欲しい方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。で、さらに、必殺技がですね、通常の、ガチャキャラと違うということで、サブ必殺技がカスタマイズをされているようです。で、例えばね、このリバウルで言うと、メイン技に、シュート。これコンビシュートですよね。ジャンピングハンド収束陣法でしたっけ、シュナイダーとの、メイン技がありますけども、単体で打てるシュート技っていうのが、多分、ガチャのやつだとついてなかったと思うんですよね。で、それが、ゴールデンレフトレッグオブビクトリーということで、あれですね、勝利への、なんだっけ、黄金の左足。はい、もうこんな形で、サブ技がカスタマイズされているそうです。はい。で、次に、激闘イベントのアップデートということで、いくつか更新があるということです。はい。一つ目がスキップチケットが使用できるようになりますよ。まあ、これあれですね。ランイベになりますけども、スキップチケットが使えるようになりますよというところが一つ目です。あとは、行動力を多く消費して、ポイントがその分多く入手できるようになりますということで、行動力通常の倍使うことによって、ポイントが2倍もらえますと。はい。忙しい場合にね、こういうやり方もありなんじゃないかなというところでしょうか。あとは、ブーストタイムがランダムになりますよというところと、特攻選手の育成段階に応じたポイントの倍率が、付与されるということで、いくつかね、そういった更新があるということでございます。で、これが4月29日から、反映されますということなんで、4月29日、ゴールデンウィークに入ったタイミングで、大方の予想通り、ランイベがやってくるということでしょう。で、その際にこちらのアップデートが適用されるということでございます。はい。で、最後にですね、タイムアタックイベントということで、まあ、タイムアタックの更新がありますということだったんでね、ちょっと新しい技でも来るのかなということで期待をしていたんですけども、内容としてはですね、タイムアタックでリトライができるようになりますということで、まあ、今までタスキルしていたところが、まあ、リトライが、選べるようになりますよと。いうところですね。レジュームマッチってやつか。あ、リトライか。はい。なんで、リトライボタンがあることによって、やり直しができますと。で、ただこれが、行動力がね、そのままの状態でリトライになるのか、ちょっとその辺が、わかんないところなのでね、実際にやってみないとというのはありますけども、こういった改善点が加わりますというところでございました。ということで、3つですね、初心者応援プレゼントで3種類のデッキの中から1つ選べるというところ。まあ、これは初心者という名前がついてますけども、既存のユーザーでも選べますというところと、激闘イベントのアップデート、タイムアタックでのリトライのね、まあ、アップデートということで、大きく3つ、まあ、15日の金曜日に、実装されるというところでございました。はい、ということでね、ちょっと短めになりますけども、以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。